メンズ帝王は日本のプロレスラー。本名、大塚武雄。東海大学在学中に UWF 関東学生プロレス連盟でテリーファックとして学生プロレスを始める。東海大学卒業後、スポーツジムのインストラクターとして働いていたが、退職してユニバーサルプロレスリングに入門。1992年9月7日、ユニバーサルプロレスリング。 伊勢崎市民体育館大会で大塚武雄としてタイスペルティグリート戦でデビュー。10月25日、リングネームをテリーボーイに改名。1993年1月、道の区プロレスに移籍。1994年、新日本プロレスに参戦した際に、学生プロレスおよび出身者を嫌う風潮があった。 新日本プロレスの一部所属選手から目の敵のように扱われ、袋叩きやタッチ拒否の理不尽な扱いを受けた。後に、プロレスに対する姿勢を目の当たりにした、大谷慎次郎が、報道陣の前で土下座して詫びしたことで、わだかまりは解けている。9月15日、ビッグ統合、ルーと共に、ルード軍、平成会援隊を結成。1995年、怪我で欠場。 1996年1月10日、怪我からの復帰を機にリングネームをメンズ帝王に改名と同時に軍団名を海援隊デラックスに改名。6月14日、タッグチーム、夢カリュドで活動していた高道の奥と、船木勝一が海援隊デラックスに加入。1998年3月、WWF と契約。1999年3月、 会社とソリが合わなかったことから WWF を退団。4月、日本に帰国後、第2本プロレスに入団。関本大輔とユニット、メンズクラブを結成。デスマッチ団体を標榜する第2本の中で、レスリング路線を主体とし、後のストロング BJ につながる礎を築く。一方で団体の売りである、デスマッチ路線においても、ファイヤーデスマッチで、 殺虫剤を火炎放射器にしたりするなど、持ち前のひらめきで対戦相手や観客の想像を超えた狂気の使い方を見せ遺産を放つ。このため、第2本で04後ジャサル基地がイエスが主催するスクールオブデスでは理事長として参加。また、暗黒プロレス組織666では学生プロレス時代の経験を活かした会場実況として参加し、 バカ社長ことクレジー SKB の監視と共に忍ぶと、大石奈と等のメンズクラブに関する問題で頭を抱えている。ファイトスタイルから腕を使うことが多く、2011年2月に右腕を骨折した際は、回復が思わしくないまま9月まで参戦したが、腕の手術を決断し欠場。2012年5月に復帰してからは回復具合を見計らいながら出場し、 デビュー20周年を迎えた。2013年下期からは大日本所属の選手が大量に欠場したこともあって、再び活躍を見せるようになり、2014年1月25日には、プロレスリングノアに初参戦している。またユニオンプロレスでは、福田洋とワールドメンズクラブを結成し、ウア世界タック王座を獲得して、久々にベルトを手にしている。2015年より、 フリー転校、ユニオンを中心に参戦。フルス大日本にも時折参戦。6月からは海援隊土女、8月からはレッスルマイナス1にもそれぞれ参戦。2020年現在はプロレスリングシークレットベースにレギュラー参戦しているほか、暗黒プロレス組織666にて実況を担当している。芸の気があるらしく。 自分のことを姉さんと呼んでいる DDT の男色 D のとは関わることを拒んでいるで対戦したことはある。結果は帝王の勝利。このことから、加西淳からは男か女かわからないと言われている。さらには、サムライ TV の特番で電車内で痴漢にあったことを暴露したところ、同席していた風向から男の人が好きなんですよね、とまで言われている。 古典的アメリカンプロレススタイルが特徴。一瞬の丸め込みや一点集中攻撃のリズメなレスリングを得意とする一方で、高猾なラファイトも得意としており、デスマッチやコミカルスタイルにも対応できる懐の深いレスリングスタイルでもある。道のくプロレス時代は空中殺砲主体のルチャリブレスタイルの選手が多かったため、アメリカンプロレススタイルに重点を置く帝王は、 短期間のうちに高い壁へと成長した。2008年12月31日、プロレスサミット後楽園ホールで行われた15分間の制限時間内に、若手選手を中心にした複数の選手を相手に、帝王が一人で、頭文字が、色派順のプロレス技を順に仕掛けるエキシビションマッチが行われた。太鼓の合図と共に一文字ごとに、街当の字がスクリーンに映され挙行される。 以上、を除く47文字のプロレース技を残り4秒で、すべてやり遂げた。ありがとうございます。